新田、という一族がいる。河内源氏の流れを汲む、武士の名門であり、かの徳川家も、新田氏の末裔を称した。ここまではみんな、知っていることである。が、この一族には一般的に、いや、多くの歴史好きから、誤解されている認識、がある。今回は、そんな話をしたいと思う。今回はちょっとした小ネタだが、前からずっとやりたかった話をするぜ。吉光解説の前日談が一段落ついたから、タイミング的にもいいんじゃないかと思ってな。あくまで前日談が終わっただけだからね、あんまり脇道にそれたくないわよ。まあ、それについて、ちょっと最後に話したいことがある。またそれるっての？いや、それはないから安心してくれ。まあ、いいか。で、タイトルが、新田一族という名の足利一門、なんだけどさ。これって、うちは前からちょくちょく言ってるわよね。新田氏は足利氏のライバルのように、描かれることがあるけど。実際は足利一門で、足利氏の構成員であると。主に、逃げ上手の若君、の解説で、この話をしているな。が、やはりニコニコでも、YouTube でも、これは一説に過ぎないだろ、との声を、いただくことがあってな。今まで新田と足利は、並列する存在だと、認識してきた人が多いわけだし。そう思うのも、仕方ないんじゃない。私もまだ、確信はしてないわよ。まあ、確かに、真実の歴史、なんてものはわからんから、一説に過ぎないといえば、そうなのかもしれんが。南北朝時代の新田氏は、足利一門であった、という認識はもはや、南北朝時代研究の最前線では。そんなのみんな知ってるよね。ってぐらい、固い話ではあるんだよ。で、その根拠を今まで断片的に、曖昧に語ってきたから、ある程度、ちゃんと語れる回を、作ろうと思ってな。なるほど、面白そうじゃない？まず、新田氏について、基本的なことを押さえよう。新田氏は、河内源氏の流れを汲む、源義国の子、新田義重を初代とする家だ。確か、義重の弟に源義康、足利氏の祖がいるのよね。新田義重は神津家を軸に、勢力を拡大したが、源頼朝が決起した時に、加勢するのが遅れ。鎌倉時代を通して、冷や飯を食らう羽目になり、鎌倉末期、新田義貞が当主となっている頃には、窮乏化した貧乏御家人になっていた、というのが、世間的な、いや、歴史好きの一般的な認識だと思う。歴史好きじゃない人の意見は、新田、なんか習ったような習ってないような、って感じでしょうね。まあ、うちは歴史好きを対象に動画作ってるから、そこはもう割り切って、わかっているものと解説するが、こういった認識は、大河ドラマの太平記でも反映され、新田氏は貧乏御家人でありながら、格としては足利と並び立つ存在で、共に源氏の嫡流、という認識がされていたな。そうだったわね、まさにライバルって感じだわ。で、この話のどこが違うというの？全く違うというわけではなく、ふんわり、あってはいると思うぜ。ただ、今から指摘する2点は、今回の話をする上で、明確に違う、と言わねばならんのだ。ほうほう。まず、足利と新田が源氏の嫡流である、という点だな。鎌倉時代において、足利氏の価格は他の御家人と比べて、とても高かったが、だからといって、源氏の嫡流であったわけではない。鎌倉時代に、源氏の嫡流は足利氏である、と記している、同時代史料は確認できないんだ。へえ、そうなのね。ま、北条氏によって、幕府内で、源氏の嫡流、と認められていた節は、あるんだがな。みんなからそう認められていたというより、北条氏との関係と、北条氏の力と政治によって、足利は源氏の嫡流である、とされていたって感じね。純粋に源氏の嫡流、として、見られてたわけじゃないと。簡単にまとめると、そんな感じだな。新田氏については、当然新田氏も同様だぜ。足利氏が鎌倉時代にも、
源氏の嫡流扱いされていた。との資料は、戦国時代の今川氏が記した資料がソースで、信憑性が全然ないんだ。足利氏が天下を取った、室町初期に作られたのかと思いきや、そんなに後から出てきた話なのね。まあここは今回の本題からずれるため、この程度で流そう。次が本題よね。ああ、足利と新田は並び立つ存在で、ライバル、これは明確に違うんだ。私も聞いたことある知識で言うと、新田氏が貧乏御家人だったから、同格でないってこと。違うぜ。じゃあ、あれ、鎌倉時代の新田義貞は無為無官で、権威が全くなかったから、足利氏より下だってこと。それも違うぜ。なるほど。私はまだ、信じがたいところがあるけれど、マリサはあくまで、新田氏は足利一門である、と言い張るわけね。ああ、現在の研究を見る限り、断言できるぐらい、確信しているぜ。いつも、わかんねえ。だの、不明。だの言ってるのに、珍しいわね。それじゃそろそろ、根拠を聞かせてもらおうじゃないかしら。じゃ、いきなり、決定的な資料を出してしまおうか。東にも神津家国に源義貞というものあり、高氏が一族なり。確かに新田義貞が足利高氏の一族である、と断言しているわね。そしてこの資料って、神農小陶器。ああ、南北朝時代の南朝の指導者、北畠近房が書いたものだ。当然、ガチガチの南朝美意気で書かれている、その証拠として。後醍醐天皇からもらった、足利高氏の、高、の字を認めず、高氏、と呼んでいる。そんな南朝勢力の指導者によって書かれた、南朝美意気の資料に、同じく南朝に所属する新田義貞が、足利高氏の一族である、と、記されているってわけね。確かにこれは、かなり決定的だわ。あ、でも北畠近房が、関東のこととかよくわからず、適当なこと書いちゃった、って可能性あるわよ。実際、今霊夢が言ったのと同じ感じで、神農小陶器は適当である、と、批判する人がいたんだが、北畠近房が何も知らず、適当に書いたとは考えにくいんだよ。どうして神農小陶器は、北畠近房が関東に下校して、織田氏や伊達氏と共に、幕府軍を率いる河野諸冬と、戦っている最中に執筆されている。なるほど。関東にいて、関東武者を従えて戦いながら、関東について何も知らずに適当こきました、ってのは、ちょっと考えにくいわね。もし、北朝や足利氏を貶めるような記述なら、バイアスがかかったものとして、見ざるを得ないんだが、共に南朝に属して戦っている新田氏が、足利一族であるというのは、嘘であった場合、新田氏にとって、とても不利で、嫌な嘘になるわよね。そうなんだよ。そして北畠近房が、そんな嘘をつく理由がどこにある？そうよね。さらにこのまま証拠を出すぜ。マスカガミ、高氏の末の一族なる、新田小四郎義貞というもの。方略漢記、神津家国に高氏一族、新田義貞というものあり。マスカガミも、方略漢記も、南北朝時代に書かれている資料だ。神農小陶器含めて、彼らはこぞって、新田は高氏の一族、足利一門である、と言っているのね。さらに、室町時代中盤の資料、後部大隊圧記、や戦国記の大立ち記、検問所家門、三義一等王蔵氏、など、新田を足利一門としている資料は、数多くある。これは確かに、決定的と言っていいかもしれないわね。でもなんで、これだけの資料が、新田は足利一門である、と示しているのに。新田が足利のライバルとされてきたの、逆にこっちがおかしい気がしてきたわ。それはだな、当時の大ベストセラーであり、その後も南北朝時代を代表する著作となった資料、太平記に。現在の通説である足利のライバル、新田一族が描かれ、大流行したからだぜ。ってことはまさか、新田が足利のライバルで、同格であるとしている同時代資料って、太平記しかないの。
ああ、風雪の新田と足利の関係のソースは、太平記だったんだ。太平記って、同時代資料だけど、話をめちゃくちゃ盛ったりするのよね。ああ、他の資料と比較しながらであれば、太平記も使える資料だと思うが。今回は太平記だけが、ずれた発言しているのね。このパターンだと、あまり信用できないわよね。さらに、決定的な状況証拠がある。それは明徳の乱と、大江の乱だ。確か明徳の乱は山梨が、大江の乱は大内氏が、足利義満と戦うことになって、両方とも義満に負けたのよね。ここで問題になってくるのは、大江の乱で敗れた、大内氏に対する処罰だ。大江の乱以前に、大内氏はその功績によって、足利一門に準ずる扱い、を受けていた。が、大江の乱で敗北すると、準足利一門という扱いを停止される。謀反人として、準足利一門から除外されたのね。そして次に、明徳の乱を見よう。山梨も同じく、義満と戦い、謀反人となってしまった家だが、山梨は足利一門、として、その後も扱われ続けている。これが何を意味するかわかるか。確か山梨って、新田氏の流れを汲む家よね。そういうことね、何が言いたいかわかったわ。大内氏は足利一門とみなす、扱いだったから、足利一門から外されるという、罰を受けたけど、山梨は純正な足利一門、だったから、一門から外すという措置が、取れなかったということね。ああ、新田氏の分家である山梨は、大内氏と違い、反乱を起こそうが足利一門、であり続けた。そして、山梨が抜群の功績を立てたから、新田一門なのに、特別に足利一門扱いされていた、という。後から足利一門になりました、という見解も、成り立たないんだな。後から足利一門になっているんだったら、大内のように、一門の権利を剥奪されてないとおかしいものね。また、大内氏が準足利一門になった、という事実も、新田氏が後から足利一門になったという説を、否定できる。どうして？大内氏は、当主である大内義弘が、九州における南朝勢力の撃破や、明徳の乱でも山名軍を打ち破るなど、抜群の勲功を立てた結果、準足利一門、となったんだ。対して、新田氏の分家でありながら、足利一門とされている、氏族はこれだけたくさんいるが、これらの名前を見てみろ。里見、大井田、大立、牛沢、市井、江田、堀口、世良田、徳川、鳥山。里見とか世良田や徳川は聞いたことあるけど、他は全然知らないわ。彼らを、大内義弘と比較したとき、並び立つような勲功を立てているかというと、立ててない。しかし、これら新田氏の分家は、準、ではない、足利一門、として扱われている。これは、確かに現時点においては、こう言い切るしかなさそうね。新田一族とは、足利一門である、と。ああ、これで分かってくれただろう。新田氏は足利一門なんだ。なるほどね。でも一つ気になるわ。なんで太平記は新田氏を、足利と並ぶ、源氏の嫡流としたの？これは、田中大輝先生の説なんだが、足利にとって、そっちの方が都合がいいから、ということだ。え、なんで、新田氏をわざわざ持ち上げることが、なんで足利氏にとって都合がいいの？霊夢、最初に私がした話を思い出せ。新田は足利と並ぶ源氏でライバル、両者は源氏の嫡流として、天下の覇権を争った、この与田話の恩恵を、本当に受けるのは誰だ？あ、そういうこと？マリサの話だと。足利氏は鎌倉時代、源氏の嫡流という立場ではなかった。だから、足利も特別、と認識されている、太平記の史観は、足利氏にとっても都合がいいわ。ああ、そういうことだ。しかも足利氏は南北朝期に、新田氏との戦いに勝利している。この事実と太平記の史観を合わせて、足利は新田との源氏の嫡流争いに、勝利した、という、見方ができる。というか大河ドラマ太平記でも、ライトな歴史好きでも、現にそのような歴史観になっているだろ。
な。なるほど、これだと確かにスムーズに、足利氏が源氏の嫡流である、という認識がされるわね。私は田中先生のこの説、かなり説得力があると思うぜ。なるほど、なるほど、そうよね。私は完全に理解したわ。今回はあやふやな部分がない、明瞭な回だったわね。え、何かあるの？まあ、な。鎌倉末期や室町時代の新田が、足利一門であることは間違いない。しかしな、新田はいつから足利一門になったのか、ということについては、今現在も見解が分かれているんだ。いつからって、どういうこと？新田は最初から、新田義重の代から、足利一門であった、とする説と、鎌倉時代中期の、新田正義の時代に、足利一門になった、とする説で、割れているんだよ。平安から、鎌倉初期の新田氏が、足利一門であるか、そうでないか、揉めているってことね。私は平安時代、つまり最初から、新田は足利一門であったという説を支持しているんだが、これについてはこの後、見解を変えるかもしれん。しかしだ。どちらの説にしろ、鎌倉中期から新田氏は、足利一門であったということに、変わりはない。そうね。そしてそれを裏付ける、資料や状況証拠も多くある。新田氏と足利氏は、同じ源氏として並び立つが、別の一族でライバルであるという見方が、歴史好きの間でも強い。打ち切りになってしまったが、歴史好きの中では人気だった、南北朝時代の漫画、バンデット、では、足利一門、新田義貞、が出てきていたりする。地道に着実に、この認識は広がりつつあると思う。我々も南北朝ファンとして、拡散に協力しようと思って。今回、この動画を作ったわけだぜ。それはいいんだけどさ。ジャンプで連載中の逃げ上手の若君、で、新田氏が通説通りの扱いだったら、マリサはどう思うの？どうって？別に何も問題なくね。まず、通説を知らなきゃ話にならんのだぞ。だから、逃げ若が通説を展開したところで、素晴らしい、いいぞ、としか思わないぜ。まあ、そうよね。ただ、逃げ上手の若君はな、雑訴決断書が出てきて、そこでなんと、河野諸直が働いていたり、雑訴決断書の仕組みを、諸直が批判しながら、後の執事使用状につながるような話をしていたりと、松井先生がめちゃくちゃ勉強して、書いているのがわかるんだよな。ジャンプで連載してていいのか、本当に心配になるぐらい、ちゃんと描いているわよね。だから逃げ若にも、足利一門、新田氏、が、出てくる可能性は、十分あると思うぜ。出てきたら、本当にすごいわね。ということでこれでおしまいです。次回から吉光解説、本編に入ります。と、思っていたんだが、一個だけ、どうしても触れたくなったことがある。または脇道にそれるの。いや、そうではない。なぜなら、その触れたい話というのが、公約の政変、なんだ。え、なんで、前回やったでしょ。あれはな、公約の政変をかなりライトに、わかりやすくしたんだよ。実態はもっと複雑で、不明瞭なことがあったりする。そこの話を、補足としてちょっとやろうと思ってな。まあ、なんだか私にはわからないけど、スムーズに本編に入れるようにしなさいよ。ああ、これが終わったら間違いなく本編に入る、約束するぜ。というわけで、次回もよろしくお願いします。今回もご視聴、ありがとうございました。